ハロー YouTube。 来年の12月に保険証が廃止されてマイナンバーカードと一体化してマイナ保険証ってことになるんですけれども、まあそれに対して僕なんかも含めてなんですけれども、すごく歓迎する声が上がる一方でね、ネット上にはなんか反発の声がいっぱいあるということで、まあ例えばね、なんか取得は任意だったはずなのにとかですね、結局最後はマイナンバーカードに持っていきたいのとかで、進め方がとことん詐欺的とかですね、マイナンバーカード推進、紙の保険証廃止は民意なき政治とか、わけわかんないこと言ってる左翼がわらわらとお会いできて、バカなんじゃねえかこいつらと思ってるんですけど、なんで紙の保険証とマイナンバーカード嫌なの、なんでマイナンバーカードそんなに意味嫌うのみたいな、同じじゃん別に、大して変わんねえじゃんって話なんですけれども、しかもねこれ保険証と連携させたらポイントもらえんだよ。今ももらえるかどうか知らないけど、俺は保険証と紐付けたらそれだけで1万ポイントだかなんだかもらえたよ。それがしかもなんかデジタルマネーでペイペイとかでペイペイポイントとかって使えて、めちゃくちゃ得したなと思ったんですよ。僕にとっての1万円は大したことないけど、みんな1万円とかもらったらめっちゃ嬉しいでしょ。ちょっと正確な数字も覚えてないんですけど、あとなんか銀行口座を登録したりとかするとまたお金もらえたりとかして、めちゃくちゃいいのに、なんでそんなにみんなマイナンバーカードを意味嫌うのかわかんないよね。朝日 C とかさ、マイナンバーカード返納してるバカなんじゃねえの。お前のさマイナンバーはもうあるんだよ。人間として要は日本国に生まれてきたらね、みんなにマイナンバー割り振られるんで、カード返納してもただ不便になるだけでさ、ほんとさ、お前が税金の無駄遣いだバカ野郎本当に。という話は前もしましたけれども、でも僕はですね、本当に全部マイナンバーカードに統合してほしいとすら思っております。運転免許証も来年かな、全部統合されて、だから運転免許証と紙の保険証持ち歩かなくて良くなったじゃないですか。もうそうすると俺が持ち歩かなきゃいけないのはボートの免許証、船舶操縦士免許みたいなのあるんですけど、これも早くマイナンバーカードに移行してほしいし、この間取った航空無線通信士の免許証とかも、あれ飛行機乗る時に持ち歩かなきゃいけないんですけど、そういうのも国家資格系全部マイナンバーカードに統合していただいて、さらにですね、もうすでに Android にはマイナンバーの IC チップ情報を乗っけられるんで、カードすら持ち歩かなくていいんですよね、 Android スマホユーザーは。それは iPhone にも早く乗っけてほしくて、ティム・クックって Apple のね CEO に河野太郎さん、デジタル大臣が会いに行ったと思うんですけれども、早くね iPhone にマイナンバーカード中に入れられるようにしてほしいな、なんていうふうに思ってます。この来年のね紙の保険証廃止に反対してるやつはもう確実に頭がちょっとおかしい。なんかほんとなんかよくわかんないんだけど、なんでそういう非合理的なことをやり続けるのか、僕は理解に苦しみます。そういった人たちのために無駄な税金が使われてるわけで、そういった人たちは本当こういう変な無駄な抵抗やめてほしいなと思います。ということで、いってらっしゃい。